ざけんなよ、おい、こっから出せ、出よ、おい、おい、黙れ、俺様の城で勝手は許されないぞ。鴨志田、ただの小外かと思ったら坂本貴様だったとはな。てめえ、ざけんなよ、なんだそのイカれた格好は。王に向かってその口の聞き方は何だ。自分の立場が分かってないようだな。我が城に忍び込んだ挙句、王である俺様に悪態をついた罪、死をもって償ってもらうとしよう。死？処刑だ、開けろ。え、よせ、来んな。マジだぞ。貴様逃げるのか。随分と薄情なやつだな。逃げろ、ほら早く行けって。どうした、おじけついて動けんか。では俺様はこいつの処刑に集中するとしよう。そう、こんなゲロ殴る価値もなかったな。今ここで殺してやる。よせ、死にたくねえ。どうした、見ているだけか。我が身大事さに見殺しか。このままでは本当に死ぬぞ。それともあれは間違っていたのか。間違ってない。よかろう、覚悟を聞き入れたり。契約だ。我は何時、何時は我、己が信じた正義のため、あまねく冒涜を顧みる者よ。その怒り、我が名と共に解き放て。たとえ地獄につながりようと、全てを己で見定める強き意志の力を。来い、アルセール。